チーズ。いや、久しぶりにね、丸亀製麺どうしても食いたくなってね、ちょっと行ってきます。ちょ、まあテイクアウトだね。テイクアウトで行ってきます。子供丼弁当もあるんだ。持ち帰り取るだろう。まあ行くか。そんな感じでね、丸亀製麺初のテイクアウト。いえ、390円、490円、590円って3種類あって、俺行った時お客さんとかいなくて、なんか男の店員さん3人もう見つめられて、何にしますかみたいな。もう俺も格好つけて、あ、5種だ、一番高い590円。こんな感じ。エビ天と見える、こんな感じ。これこれ、あげやーす。どうなんだろう、こんな感じ。めっちゃ入ってるね。どうなんだろう、味とかが。あ、つゆがこんな感じ。つゆ、ちょっと見えるかな。ちょっと待って、ネギとかも、ちょっと待ってね。これちょっと待って、箸、ちょっとまずつゆ、箸をまずで、便所飯ですか。よいしょよいしょ。まずつゆ、どうなんだろうな、店内でしか食ったことないから。早速ね、うどんの美味しい食べ方をね、俺が教えますから。うわ、うまそう。いい匂いする。ネギも入ってるし、卵も入って豪華。で、便所飯のいいとこは、手が汚れたら、すぐ拭けるというね。どうよ。こんな感じ、こんな感じ。マジでマジで。ネギも入ってる。これ、どうよ。これ、こっちくわかんない。うん。どうよ。これ、ね、麺も、もちもち。店内のところ、ちょっと早速にして。あ、いただきます。まずちくわ、広がる。これ麺も変わらないじゃん。これ美味しい食べ方ね。これ日本人はね、静かに食べるのなんかってね、違う、音だから。大事な音とね、顔、大事なのって。このうどんの食べ方は音と顔だから。まあ豪快にとって、まずね、これが美味しい食べ方。あ、かき揚げ。うん。いや、本当、今これから俺もね、サウナ、上の温泉でサウナ修行するんだけど、ね、温泉移動するにもマスクしなきゃいけないからさ、ずっとちゃんとマスクしてるから、忘れちゃうから、マスクしないとすぐ。だから常につけて、心がけてる。お酒飲みたいんだけど、最近体に気遣ってるから特茶。あー、気持ちいい。うまいね。まあ、ちくわやっつけちゃうか。うん、うまいわ。店内で食うのと変わんないんじゃないか。これ、柏店でしょ、これ柏店。結構。うん。これだね、やっぱり。いや、多分エビ天と柏天は5種盛りしなきゃ入んないんだよ。そうでしょ、200円も値段違うんだよ。ごぼう、うまい。うまい。ネギもたっぷり。いや、うまっ。やっぱり丸亀製麺ですよ、完全に。すするよ、この天空まで揚げて。覚醒。最高。みんな元気ですか。本当に大変ですね、皆さん、コロナで。うまいもん食ってるの幸せだよね、酒飲んでる時にさ。俺小食だからさ、あんま食えないのよ。ミーハって頼んじゃったけどさ、まあ、この後サウナ修行あるから、卵、エビっしょ。
あー、うまい。平和だ。平和だ。まあ、タレもちょうどいいぐらいだね。ね、皆さんもね、うどんの食べ方で。音と顔。うん。最高。やっぱうまいな、丸亀。みんなも食いたくなってきたでしょ。これ、エビ、尻尾もいいか。うまい。お腹いっぱい。残さず食うから。たまに食うとやっぱ間違いないわ、丸亀。しかもテイクアウトだから、ちょっと質落ちるかなと思ったんだけど、全く落ちてない。こりゃいいね。ベンジャメス最高。幸せだね、本当に。ああ、腹いっぱい。ああ、朝食だから。ああ、こんな感じでラスト柏店。ごちそうさまでした。